よろぶん、あんにょんはせよ。95回目の例文で覚えようです。今日は行きつけの店を訪ねる表現を一緒に勉強しましょう。今日のフレーズです。行きつけの店はありますか韓国語で言ってみましょう。タンゴルチいっそよ。タンゴルいっそよ。では、詳しい内容を見ていきましょう。 まずこの行きつけの店というのはタンゴルチップというふうに言います。チップの部分はノ音でチップとなります。タンゴルチップというふうに濁りませんので気をつけましょう。タンゴルだけで行きつけという意味です。チップというのは家という意味もありますが店という意味も持っていますよ。例えばパン屋はパンチップ焼肉店はコギチップこのように言います。 このタンゴルを使って常連客という表現もありますよ。これはタンゴルソンニム、タンゴルソンニムこのように言います。こちらも合わせて覚えておきましょう。さて今日は例文が短いですのでタンゴルチップという単語を忘れてしまった時のために他の言い換え表現も覚えておきたいと思います。行きつけの店はありますかというのは 要するによく行くところはどこですかよく行くお店はどこですかというふうに聞くことと同じですね。ではこのよく行く店はどこですかこれを韓国語で言うとどうなるでしょうか今回はこのように訳しました。えまずこのよくというのはチャルを使いそうになりますが よく行くというのは、しょっちゅう行く、頻繁に行くという意味ですので、この「茶獣」を使うといいですね。そして、かぬんでというふうに、ここに書いています。このでというのは、前に連帯形が来て、ことやところという意味になります。かぬんでで行くところという意味ですね。茶獣かぬんでが、しょっちゅう行くところという意味で、茶獣かぬんでがおじえよ。 よく行くところはどこですかよく行くお店はどこですかと尋ねる表現になります。このフレーズもよく使われますので、ぜひ覚えておいてください。それでは声出しタイムです。3回読んで今日の表現完全に覚えましょう。タンチビいっそよ。タンチビいっそよ。タンチビいっそよ。 今度は日本語を見て素早く韓国語で言ってください。行きつけの店はありますか今日の学習ポイントは行きつけの店や常連客という表現に出てくる単語という単語でしたね。もう覚えられましたか今日覚えた表現を使ってぜひ韓国の現地の美味しいお店、行きつけのお店を誰かに尋ねてチェックしてみてくださいね。 그럼 오늘은 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.